ナギキスじゃねえ、おぐるさん、音符ありがとうございます。まるさんからのナギキス、のぐるさんのナギキス、まるさんのナギキス。かぐ、花束ありがとうございます。かわいい。今の時期はバラなのかな。バラ肉の花束ありがとうございます。たくさんナギキス。なりみさんにナスナスキス。そう、明日ちょっとゲーム配信でも長、多分3時間ぐらいかな。結構時間がかかると思うので、スタートが早めになっちゃうんですけど、今度、うわー、めっちゃ雨降ってる。ありがとう、コモさん、雨ありがとうございます。雨、雨、神様、雨ありがとうございます。カイさんも、めっちゃ雨、どうしたん今日、なんかめっちゃもう雨じゃん。うわー。そう、聞いてよ、私今日雨だからさ、傘持ってってさ、途中まで差してたんだけどさ、帰り電車ではって気づいてなくてさ、またどっかに寄せてきちゃったの。見て、顔にちょうどいい感じのポジションに顔がある。そう、最近なんか雨降る、梅雨だったのかな、もう梅雨明けたのかな、今なんだわかんないけど、なんか最近めっちゃ雨が降ることが多いからさ、出先ですごく傘を買ったの、もう多分4、5本ぐらい。でも3回ぐらいどっかに忘れてったから、なんかプラマイゼロみたいな感じなの。増えすぎた傘がどんどん減ってくって、今日もだから700円分ぐらい損をしました。悲しい。しんさん、これ花束の、花束の、花束ありがとうございます。もうこれ100本ぐらいあるんじゃないですか。ありがとう。フラワー。両手に花。もう大量ですよ。両手どころではない。ありがとうございます。しんさん、ガムさんも雨ありがとうございます。コマさんもありがとう。めっちゃ雨降ってるよ。これ何なんだろうね。バラって何なんだろう。かわいい。父の日とかかな。かわいい。ゆずくちささん、投げきそう。すみさんも雨ありがとうございます。雨雨雨雨。のびさん、なぎキスなぎキス。のびさんも雨ありがとうございます。雨が降ってる、雨が降ってる、どうぞどうぞ。百均ショップ、百円ショップ、百円ショップ、確かにね。でもなんかさ、なんかどうせ買うならいい傘買いたいなって、まあいい傘じゃないんだけど、普通のあの何、台風ジャンプ式って書いてあるあれだね。普通の傘なんだけどさ。でもあれかも、なんかやばい傘ない、ザザザザってなった時に近くに100均がない。東京の都内とかにいるともう100均がどこにあるかも分かんないからね。えもったいないことをしている。ジューンブライド、ジューンブライドって聞いたことある。6月のなんかあるのかな。かぐ、バラ肉ありがとうございます。しおさん、バラ肉ありがとうございます。ネチシライおとめ、やった、ありがとう、嬉しい。高校卒業、ありがとうそうなんです。もうね、馴染んできましたよ、このなんか社会人、新社会人という肩書きというんですかね、なんで言うんですかね。だだ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 、すげー。あれかね、なんかそのやっぱこの百均とすごいいいの中間のもの買いすぎてるのかな。もうなんかすごい折りたたみ式、なんかボタン1個で開く傘とかあるよね。私昔持ってたんだよね。でもその傘は開くけど閉めるの自分なのよ。ボタンでなんか開け閉めできる傘とかありそうだよね。なんかそういうの買っちゃうかな。でも逆にそういうの買った時なくしたら本当に立ち直れなそうでさ、結局いつもコンビニで買っちゃうね。みんちゃん、ハートありがとう。ビニール傘箱置いとくとこないのじゃあ傘増えすぎてね、困ってんの。でも最近その傘を忘れすぎて減ってて、プラマイがゼロになってるっていう。あれ、自動で閉まる傘ないからまだ私が持ってたのは押すと開くの。自動で閉まる傘、自動で閉めるのはやっぱ大変なのかね。開けるときはなんかカチッてやればこれずれて開くけど、なんか閉めるのにはまたいろんな力が必要なのかな、知らんけど。駅前に、そう、駅前のレンタル傘、あれよくめっちゃ気になってる。雨の日になると結構なくなってたりするとさ、あー、やっぱみんな借りてんだ、不思議だっつって。1万円の傘もったいなくて、どうだろう。確かにね、そうだよね。だって1万円握りしめて歩いてたら絶対どっかに置いて帰ったりしないもん。そういうことやね、言うわ。
母さん、お前にさ、ありがとう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 、壊れそう。え、そうなの？もったいないね、高そうなのに。ダメだ、私今本当に傘壊すからすぐ。なんかさ、運が悪いのか分かんないけど、すごいあの強風に当たるんだよね。うちの近くにさ、あの強風ゾーンがあるからさ、そこだけめっちゃ傘折れるぞみたいなとこあるから、本当に折れるのよ。自動で帰宅する、え、めっちゃいいそれねえ、ちょっと都内とか来た、晴れてるわ、ちょっと先帰っといてっつってね。レンタルはクレジットカード、じゃあダメだ、私クレジットカード持ってないの。クレジットカードかっこいいよね。クレカで。間違えて押した時に焦る。ああ、間違えて開いちゃった、恥ずかしいしね。周り人いたら危ないし、ね。あ、お扱いには注意なんね。イライラしてて風で折れるんよ、ピュッて。まあね、みんな強風には気をつけてね。まだ梅雨じゃないのか、だって5月だもんね。これからかね、梅雨入りとか、なんかそういうなんかまた話が始まってくるのは。クレカはお金使ってる感がないから危険、じゃあダメ。私は本当にその今はもうね、まあ、大人じゃない、大人っぽくはないですけど、一応新社会人というねあれがあるんでね、気をつけたいなと思いつつ、私本当にその計画性がないんですよ、基本的にお金の使い方に。あのこれがこれを絶対買うために貯金しようとかじゃなくて、あ、たまたま見つけた多機能バッグこれいいなとか、そういうところで欲しいものを見つけちゃうから、その使い方に計画性がなくてね、本当に良くないので、私はクレジットカード持ったら危険ですね。カード持ったら終わりや母ちゃんがあの月末とかすごいびっくりする、月末か分かんないけど一気に見てさ、大変なことになってんだけど。今度の土日あたりが梅雨、そうなのかな。でも6月だよね、梅雨って。もうちょい先、秋田も雨やばくて、本当に東京もね、神奈川だ神奈川もね、東京もね、そんないっぱいじゃなかった、降ってたけどやみましたよって。こんばんは、こんばん、こんばんは、ありがとう、こんばんは、ちらっと。そう、私多機能バッグ買ったんですよ、ずっと買うの迷ってる多機能バッグがあって、この前ね決心したの、買いますって、で買った、以上めっちゃ使えるよ、ジッポケットもあるの。そう、この前に話した10個ポケット作ってる多機能バッグを買ってね、外に、外の裏側に1個と表側に1、2、3、うん、うん、でさ、そっちのさ、そっちにあのちっちゃいショルダーも多分置いてある、ね、これ痛い。結構さ、見た目もさ、なんか使えそうじゃない？裏とこっちの表で。黒だから何でも合いそうだし。何でも合いそう。2回言ったわ。でも気づいたの、この前遠征のために買ったちっちゃいショルダーの多機能バッグも黒。私黒好きなんかな？黒買いがち。このバッグもやばいんですよ。だってこれポケットが1個2個3個4個5個6個あって、さらにこれ開くから、まあ、実質7、8個ぐらいあるよっていう。こっちにあのスマホとかも入りそうな、めっちゃいいの。こんなに大きいからさ、あの私の緊急、この緊急袋がズボって入るの、これがめちゃくちゃいいんですよ。今までのバッグだとこれを入れちゃうと結構スペースがねギリギリだったのが、この私の命とも言えるこのバッグが入るのがめちゃめちゃいい。これはなんか絆創膏とか安瓶とか除光液とか、あの美容液とか、まあ、ストローとか飴とか、まあいろいろ入ってるんですけど、ドライバーはね違うところに入れた気がする。あと
とあれあのコンタクトとかメイク落とし、まあ、袋ティッシュ、シミ取り、電池、ハサミ、あのコロコロ爪切り、薬とかそっち系ですね。これは本当に便利で、このでっかいのが入るようになったからちっちゃいポーチとかも入るようになって、この中にはねメジャーとかあのオイルとか消毒とかも入ってるし、本当に素晴らしい。買いましたよついにっていうちょっと自慢話をしてしまった。ブルシーさんありがとうございます。ラブリーこさんおばんです、ありがとうございます。キュウちゃん雨ありがとう、雨降ってきた雨が降る夜一人でたたずこの街もキャンプできちゃそうだよ。そういや知らんけどキャンプできるかな。前にねコンビニどっかでねマッチ買ったんだけど、マッチそういえば入れてない、使わなそうだなと。やばいめっちゃ雨降ってる、ありがとう嬉しいさん、ありがとう。ということでなんかめっちゃ何の話してたかな、クレジットカードの話とかしてたけど、ショールーム久々だから、あれ22日以降やったっけな、わかんない、やってない気がしなくもない。そう22日にねツアーファイナルがありまして、あったんですよ覚えてないね、私も忘れちゃったもんツアー翌日にやってる、嘘でしょ。どこで配信したかな、ショールームだったかな。やったと言われればやった気もしなくもない、やった気がするわ。かえさんこれありがとう、これって何やねんペンライトありがとう、えぐちゃんバラーイズバラバラバラありがとうございます。まあね、22日も終えてちょっとその後に母ちゃんと江ノ島プチ旅行に行って、今はね6月の12日の単独ライブに向けてアブガイケアでこう準備中でこういろいろ握ってるとこなんですけど、フォーメーション入れが始まってたりなんだりかだりなんですけど、あれだあれだ、その12日のそう FC 選考の12日単独ライブの FC 選考の締め切りが今日までとなってるので、もうまだの方はもうぜひぜひこのライブ見てきてほしいです。ユニゾン新曲のね7人体制初披露の新曲のユニゾンラインも歌います。アイサクラッカーありがとう、クラッカークラッカー、ルルルルフライングゲットありがとう、誕生日おめでとう、フライングゲットありがとうございます。帽子ラベやってる、やってたすっそ握ってるところなんですけどね、本当に来てほしいです。 FC 選考なんか山田さんのツイッターによると、そうありがたいことにあのなんて言うんですか、売れ行きが良いというか、そうこちらの公演あのチケット FC 選考あの SS チケットもあるのですが、一般のチケットって言うんですか、1000円から皆さんご覧になれますので、本当にちょっとでも迷ったらもうそこに足を踏み入れていただきたい。新曲の話はあんましてなかったかもしれないんですけど、新曲のユニゾンラインはまあ7人体制一発目の曲で、まあ、私たち結構私たちはっていうか私は、まあ、メンバーと話してる中で、まあ、かっこいい曲よりかはなんか例えるならスターティングオーバーとか、なんか全部青春みたいな、なんかこの7人ってなった時にそういうすごい本当に明るい元気な曲が合うのかな、そういう曲なのかなと思って、まあ一発目が結構かっこいい曲だったのでびっくりしましたね。追加公演もあるし、そうなんですよ、10時過ぎにやってたみんなすごい、どこで調べてんの、ありがとう。抽選
るの？あるんで、でも抽選だからそうか。でもそう、かっこいい新曲もあります。歌も歌詞もダンスも本当にめちゃめちゃ、あの私たちのこの進むぞ、新たなスタート進むぞって決意をキュッて握った握った曲なので、ぜひね見に来てほしいです。抽選だもんね。でもなんかさ、なんかすごい複雑だわ、なんか違うの。みんなにさ、そりゃみんなでも誰一人ね外れずに見に来てほしいけどさ、なんかその抽選がなんたらかんたらってなってるこの状況、なんかいつかここよりもさらにステップアップしたとこでライブができたらいいなって思うと、ありがたい気持ちでいっぱいです。そう、完売するのはいいことってなったらね、今回そのあ出ちゃったとかそういうのがあったら、次はじゃあ何、あ例えば横浜アリーナ、いきなりなんかちょっと飛んじゃったけど、なんか大きいところでね、もっといろんなところでライブできるんじゃないかなと思うと、ありがたい気持ちが本当に大きいです。エリカちゃん、バラちゃん、ありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう、みんな早いねありがとう、嬉しいよ。飛躍、いやでも大丈夫だ、何が大丈夫何が大丈夫いやでも本当に生きてるうちに、生きてるうちになんて言うんですか今はねでかい夢ですけどね、本当になんか私が小さい頃憧れてたアイドルっていうのは、そういうところでライブしてる方たちだったりするので、いつかいつかきっと作っちゃおう、すごいもの作っちゃおう、作るって楽しいよ、やってみよう、なんだかウキウキ心がワクワクニヤニヤしちゃうよ、そんなことこんなことあんなこときっときっとできるよね、ほんとにほんとにできるよね、リアルなんとかだ、できたって感じで。オーラリーさん、クマちゃんありがとうございます。これもあれだ、ジェリー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 だけ、ジェリージェリーメイジェリーメイなんだっけな、なんかジェリーメイみたいな、ジェリージェリー仕様だ、かわいい、ありがとうございます。あみたのくまみー、おらりさんありがとう、みたもハートありがとうございます。ラブジュンブライドだジェリーメイはシェリーメイだね。歌詞めっちゃなんとなく、もうすぐ時効になるから秘密にしてたこと教えて。私秘密にしてたことなんかあるかな、何でも喋っちゃう、何でも喋っちゃう。この前でも私は息をこの前めっちゃまたタクシーでさ、あの息を吐くように嘘つきまくってしまって本当に申し訳ないね。この前またタクシーに乗ったんよでなんかちょっとその夜が遅くなっちゃったからタクシーで帰ったんすよ。したらタクシーの運転手さんが、多分私子供っぽく見えたんでしょうね、違うわ、なんかこんな時間になんか飲んでたのみたいなことを言われてそれはじゃあ子供っぽく見えてなかったのかな、大人っぽく見えてたかな。そうでもなんか、えこんな時間に飲んでたのってなんか突然言われて、いや違いますそんなねでもその仕事だったけど、なんか仕事ですって言ってさ、なんか何やってんのとかだったらさ、ちょっとなんかあんま話したくない、話したくないって、あの喋りたくないじゃなくて、このなんか
聞かれたくないなと思ったから習い事ですっつって、もうそれが嘘やん習い事じゃない嘘やん、えっこの遅くまでどこ行ってたって、都内の方でダンス習ってて、えっこんな遅くなるのそっからもうずっと私は都内のダンススクールに通ってるっていう嘘をつきまくって、これだってここら辺だってあるだろうにって、やっぱその都内の方がやっぱ将来自分の踊るのが好きな職業に就きたくて、親とかも応援してくれてるので、その母ちゃんがうちのお母さんが都内のダンススクールを見つけてくれてあそうなんだっつってそこでもうずっとここで嘘の話を広げるでもずっと聞いてくれんのよその質問、私はもうあまり嘘つきたくないじゃんだからもうねあまり喋りたくないなって思ってたんだけど、めっちゃ質問してくれるからもうずっと私がこう嘘で返すそれで最後に、まあ、そのお仕事に就きたいとか話してたら、いつかあれ有名だったらサインちょうだいねって、ありがとうございますっつってパタ、申し訳ないね、え、フルさんケーキありがとうやった友達とかとカフェ行ったらこれあれでしょ、誕生日で出てくるケーキでしょ、このパチパチパチやられたことないけど、友達とカフェでサプライズなんかそんなことないけど嬉しいです、ありがとうございます、ハッピーバースフルさんありがとう、美味しくいただきます、友達にサプライズをしてもらった気分でギリギリそう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 、まあということでね、まあ私18歳、もう何の話だってマジで全然何も関係ないけど、まあ18歳がねお疲れ様でしたということで、ちょっとここで一杯、あの違うこれ飲むとかじゃ違うからね、関係ないからねそこで一杯ね、みんなと乾杯しようかなと思って持ってきました、レッドブル。これはちゃんとしたレッドブルです、本当に健全な、なんていうんですか、健康的なあのジュースです、安心してくださいということでね、まあ18歳、まあ思い返すと、あんなこと、こんなことあったでしょう、太平洋スープの海に砂糖とミルクを入れて、とびきり上等のアイスクリーム作りたい、ポンポンポン、世界中のお母さんができました。あーなんかストローがめっちゃ飛び出てきたんだけどということで、19歳のアミタとこうやって出会ってくれてありがとうございました、皆様に感謝の気持ちを込めて、ケビー年越す前に乾杯したの、あやべ、まあまあまあ一回ね、一回ね、お疲れ様だから、これ忘年会だから今そうそうそう、うめー、久しぶりじゃないけど久しぶりに飲んだ気がする、大丈夫、みんな忘年会だから、忘年会だってね、お疲れ様って飲むもんね、次新年会か、そう、新さんレッドブルありがとう、ケチもレッドブルありがとうございます、マルさんもレッドブルありがとう、みんなレッドブルありがとう、美味しい、まあね、じゃああと3分しかないけど、まあ、18歳振り返りますか、去年は、あ去年も18歳はゲーム配信とかありましたよねっつって、あれから始まって、去年の6月1日、あ Wi-Fi の接続が悪くて何にも出てこないけど、あそうだね、ゲーム配信とかしたりなんだりかんだり、まあ去年の6月はねどうだったんだろう、そんなにまだ夜とかもハイテンションじゃなかったのかな、え知らんけど、なんかまああったよねって、あ落ちて機械とかライブとかも
あったりなんだりかんだり、本当に濃い一年でしたが、やっぱりね18ってねいい年ですよね。正直私18歳が終わってしまうのがちょっと恋しいです。恋しい、うん、寂しいです。まあね、19歳も、あ、深夜配信解禁されたの18歳だったん。ああ、え、じゃあ私そんな感じだったんだ。なんか深夜配信やるようにやってからなんかすごいうるさいって言われるようになった気がするもん。じゃあ1年しか経ってないんだね。わお、それはもうファンタスティックだ。セクチーを目指すんですか。やっぱでも19歳って言ったらやっぱちょっと一歩ね大人っぽくなるわけですからね。セクシー、こうでしょ、手をね、手をこうやって滑らかに使う。もうアーシャとかも全部こうやって取ろう。ラスト10代やべ。でも私19歳もいいけど、どっちかっていうと20歳の方が、なんだろう、数字的には好きなんだよね。だからもう二十歳が待ちきれない。今から大人みたいに来てありがとうございます。でもね、大人になる瞬間ってめっちゃ急だと思うのよ。なんかそうやってやっぱ今ちょっとまだまだ子供だなとか言ってるけど、あの今に見ててください。なんか急にあれ、ちょっと大人になったな。え、何が、あと1分、もうあと10秒だよ。みんな年明けまであと5 4 3 2 1、良いお年を。ハッピーニューイヤー。パン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 。皆様新年明けましておめでとうございます。でんでででででで、んでんでででででで、んおえでででででででん、ふででででででで、イエーイ、明けましておめでとうございます。みんな明け、あ、違う、待ってそうだよね、誕生日だわ。大丈夫、おめでとうありがとうございます。ということで19歳になりました。明けおめがメインなのか19歳がメインなのかちょっと分かんなくなったけど、そうなんです、私なんと今日で19歳になりました。わ、すごい綺麗、ありがとうね。ちょっとクラッカーありがとう、おめでとう。佐藤さんもクラッカーありがとう。ゾイフォーさんおめでとう、ありがとうございます。細チーズ、うわー、名古屋城が立ってる、びっくりドンキーなんですけど、ありがとうございます。岩宿宿宿って書いてある、ありがとうございます。やばい、ピーパッパッパラポーパッパッパラポー、皆さん準備はいいですか。アビちゃん19歳おめでとう、よいよ、ありがとうございます。びっくりドンキーだわ、イエーイあー、クワタさんクワカありがとうございます。あー、おめでとうおめでとう、ゾイさんもありがとうございます。あれさんもバルニカありがとう。カジーさんカジーさんありがとうございます。すごい、配信わざわざ見に来てくださってありがとうございます。ミリさんもクラッカーありがとうございます。ミリさんもクラッカー、あー、メルクさんもクラッカーありがとうございます。明けましておめでとう、ありがとう。アルさん、バラありがとう。エリカちゃん、ケーキありがとう。美味しい。テイさんもクラッカーありがとうございます。おめでありがとう。バラ肉も、ジクシュさんも、カークもありがとうございます。クロタロウさんもケーキありがとう。コバさんもケーキありがとうございます。こんなにケーキもらっちゃっていいのって感じなんですけど、私はもう一つ残らず食べたいと思う。ダイソンにいくらとお呼びください。ありがとうございます。竹原さんも元気ありがとう。まずい。ほうじやさんクラッカーありがとう。アルさんバリ、ブルースリーさんケーキ。スリーさんケーキ。こんなにケーキ食べれる日ないよ、本当に。ありがとう。マルさんクマありがとうございます。
メガネメガネメガネさんもグラッカーありがとう、ブルースリーさんもありがとうございます、あーキョウさんもガラガラガラモクネさんもガラガラ、あ、審査ケーキこんなに素敵なショートケーキありがとうございます、カニラヤムさんもグラッカーあーマスショーケーキ、虹が虹が虹が違う、あーねーじがーねーじがー空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気になるんです、ありがとうございます、柏口さんも静さんもありがとうございます、あーくりかたけさんもありがとう誕生日誕生日誕生日なんです、そう実はおちゃぶさんもケーキありがとうございます、めっちゃくるくるありがとう、めっちゃさまありがとう、あーみんなありがとう、きのぶさんくんありがとう、わーもうどうしよう、うるさくらかゆうとさんもこんなになんかすごいありがとうございます、かいさんもありがとう、なんだってハローさんもきょうちゃんもえー、すみさんたわーありがとうございます、なんて書いてある、ハッピーバースデーわーどうしよう、私昔東京タワーに素手で登って、素手でじゃねあの足で登ったことあるんですよ、階段ね、階段でね、あー思い出の東京タワーありがとう、いいんですかこんななんか素敵なね飾っていただいて、東京タワーのこの立地はアミタの家ですから、ありがとうございます、思い出に思い出のアミにしたいと思います、いやーみんちゃんもかっこありがとう、ああ神様、ああ神様ありがとうございます、ああ神様ありがとうございます、おれさんケーキありがとうございます、奥野さんもありがとうございます、うーんメリクリうーんメリクリ、季節さんもクラッカーありがとう、うわーちょっとこんなにこんなにねねちょっと年明け配信になりましたけど、なんかこんなにおめでとうって言ってもらえることを嬉しいということで、じゃあタルトさんもクラッカーありがとうございますということでね、まあ新年一発目の、まあ、新年会ですかね、皆様本日は本日はお集まりいただき誠にありがとうございます、皆様お手元に、ジュースやお飲み物などの準備はよろしいでしょうか、あはいはい、それでは皆様今年も1年良き飛躍の年になれれますように、皆さんのこれからに明るい未来が訪れますように、腕を高く開けて乾杯、あーうまっということで、皆さん新年会にもご参加いただき本当にありがとうございます、あーしょうさんクラッカーじゃないもんなレッドブルありがとうございます、レッドブルあげちゃねーレッドブルありがとうございます、あー嬉しいね、コマさんもバラ肉ありがとうございます、あーくまバラ肉ありがとうございます、赤字さんも一緒に乾杯ありがとうございます、あーブルースリーさんもクラッカーじゃないもん、私の目はどうなっているんだ、レッドブルありがとうございます、宝城さんもバラ肉ありがとうございます、ニコニコニコリということで、まあ、今年の抱負と今年の抱負じゃないよな19歳はですね、まあどうなりたいかとどこどうなりたいかと言いますでしょう、噛みすぎだろなんかじゃ久しぶりにショールームやったからさ、本当に人と話してないの、なんかこんなに話すの久々口固まってたんよね多分、やっぱショールームもっとねちょっとやりたいなということで、なんだっけ、そう19歳はもっといっぱい喋りたいですなかなか口は動きませんが、実はみんなともっと話したいことがいっぱいあったりなかったり、これからもねアフガニキ7人体制になっても新体制がスタートしますけど、そこに私も一緒にこうみんなの真ん中に
まで入れてもらってるんだけどね。自分からもっと入れるように、そしてアミタは強くなれるようになんかね、なんかちょっとあどうしようかなってなった時、あアミちゃんいるじゃんってね、なれるくらい強くなりたいですね。喋りたい安心感のあるメンバーになりたいです。19歳もよろしくお願いします。ゆくクラッカーありがとうノンストップアミタ、ジョコさん大キス大キス、こんばんは、ありがとうございます。ということで先にフォークを出してしまった。なんと本日はケーキもご用意しています。ご用意してまるで自分で買ってきたかのように自慢しますが、母ちゃんがなんか買ってきてくれてた。なんかこれなんだろうね、なんかこういうケーキです。テントウムシやん、幸せの四つ葉のクローバーもついて、もうこれからがハッピーになるよっていう、そういう暗示ですね。マメマックさんもケーキ、さすがに吸えないよね。ケーキありがとう、あーペンライトもありがとうございます。ショウさんもケーキありがとうございます。ということでせっかくなのでみんなの前でケーキを勝手に食すという、なんと自分勝手なちょっと食させてください。こちらです、じゃーん、交換。テントウムシ、ということで誕生日写真撮ってないけど大丈夫。なぜかというとうちの母ちゃんは私よりもなんだ SNS に強いんですよ。母ちゃんがさ、そう、私が今日帰ってきてさ、あケーキ買ってきたよってありがとうって言ったらさ、うち3人しかいないのにケーキ4つあってさ、えこれ何と思ったらさ、これがまあそのネタ枠で、こっちがまあシンプルなチーズケーキで、これはフルーツタルトで、まあ写真とか撮る時用の、まあ、映えを意識した、どれがいい、えそんななんか種類あるのって、私なんかもうそういうの全然気にしないからさ、そうだから配信ではテントウムシ食べたけど写真撮る時は映えるやつで撮るからいいや食べるということで、えこれどう、あ？スクショしてもらおうか、じゃあでもここちゃんと両端押さえて、私絶対ケーキ落とすとかそういうことしないから、めっちゃ両端押さえて声でいこう。はい食べます、もう食べたくてしかない瞬きしてたら目のスタンプつけといてください。じゃあいただきます。これどこから食べるの、どうしよう、もう早く食べろって話なんだけど、やっぱでもこう真ん中になんか線ついてるから真ん中だね、ここから切ってくださいっていう。チョコケーキらしい私下手なの忘れてた、自分がこういうの向いてないって忘れてた、でも大丈夫、親指、私の親指でこう押さえて、あ切れたな、なんでこんなあれになっちゃったの、ちょっと待ってね、ふん待って、こう切るやん、これ切ったらどうす、これ切ってもこれでかくて食べれないよな、いやいけるか、何歳になったのちょっと待ってやめて、自分でやる、私何歳だと思ってん、19歳やで、自分でやるで、こんなん
んと一口サイズに切るんですよ。こうやって、こうね、フォークの子供用お弁当用だよね。きゃあ、わかんないぐらいでした。まあいいや、ということでクジラのやっぱ大人は違うなありがとうございます。それではクジラの方食していきたいと思います。いただきまーす。うん、うん、うまいです。おいしいな。おいしいですおいしいです。こちらのなんて言うんですかね、なんかなんかなんだっけな、このなんかオマージュみたいな、なんかこのなんかシュッてしたふわってしたなんかチョコの風味と、なんかチョコの、なんかチョコの、なんかチョコと、なんかチョコ、なんかね、なんかね、口どけが滑らかなチョコレートが美味しいです。美味しい！美味しい！めっちゃ美味しい！ちょっと、どうですか？なんかさ、私さ多分リアクションがめっちゃ薄いんよね。なんか美味しい美味しいってさ言いたいんだけどさ、うまく伝わってない気がする。美味しい感じです。なんかもっとさ、みんなさこういうの食べた後にさなんか可愛い反応するじゃん。なんか私もそういう反応したいんだけどさ、感情がうまく出ないんだよね。思ってるの美味しいってめっちゃね、もうなんかあー美味しいって感じ。ありがとうございます。ということで19歳も頑張っていきましょう。いや、あなたがやるんよって話なんだけど、19歳も頑張ります。19歳も頑張り、まっちゃん、みんちゃん、ホワイトありがとう。ホワイト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 、反応、え、でもさみんな反応いいじゃん。なんか思うの、なんかそのなんか例えばサプライズがあった時とかもさ、私もね嬉しいとかびっくりとか思うんだけど、なんかみんなみたいなあれが出ないのよ。もうメンバー誰でも想像できるその美味しそうに食べる姿が、なんか食べた時に美味しい。私はでもなんかそれがうまく顔に出て、なんだろうね、おいしい、眉毛下げればいい、おいしい、おいしい、ちょっと難しいんだけど、まあ19歳はねやっぱ大人なので、この表情管理もね豊かにねしていきたいですね。うまっ、うま、ありがとうございます。フォークの持ち方、フォーク汚いなやめてよ。違う、多分これフォークあれじゃん、多分ちょうどあれだ、色がケーキの色が赤が混ざってるから、ちょっとあれに見えちゃうだけかも。まあね、これは後で食べるから最後にもう一口食べようか。おー、めっちゃ綺麗に取れた、見て、あ、危ない、見て、ここスカッてめっちゃ綺麗に穴開いた。じゃあ最後に一口食べたいと思います。はぁ、誕生日ケーキだ、嬉しい、ね、よどう、うざい、うざい、え、でも本当に美味しいよ。
なんかね本当に美味しいの。言えば言うほど嘘くさい。まあいいや、あとで食べよう。私食べながら喋るのめっちゃ下手なんだ。食べながら喋んなよって話か。あうまっ。ねえさん、かわいいかわいいかわいいってありがとう。ふじんさんかわいいありがとう。あ、口紅がチョコの味する。どう、うまっ、うまっ、ありがとうございます。うまっうまっうまっ。誕生日おめでとう。ありがとう。レッドブルで流し込む。違う。別にね、流し込んでるわけじゃないよ。ちゃんとあの、チョコの風味も覚えてますよ。かいさん、かわいいやねと。かわいい。ホイユ完売。え、ホイユ完売したの？え？ありがとうございます。そうだったんだ。びっくりドンキーだ。明日、そうね、生誕フォーユーと。でも生配信、ゲームの生配信もあるのでね。お話できないよって方もぜひコメントとかいっぱいいただけたら嬉しいなと思うんですけど。どんな君も全部君だよ。ありがとうございます。味音痴。まあでもね、味覚ってやっぱ変わるっていうからね、大人になっていくにつれなんかあるかもしれないね。昔ピーマン苦手だった子供が意外と大人になるとピーマン食べれたりする。そういうことよね。そう、味覚、そう、味覚って変わるんよ。だからやっぱ今はちょっとなんだろう、まだちょっと子供な部分というか音痴かもしれないけど、まあ、ね、いずれ慣れてくることでしょう。ということで、なんだっけ、あ、そう、誕生日なんですよ。もう誕生日で生誕グッズを出させていただくことが決まりました。嬉しい。なんかね、生誕グッズセットで、そう、グッズのセットの内容がなんだっけ、T シャツと私のおめかしチェキ、ちょっと誕生日のために買ったものがあるので、まあ、そちらで、まあ、衣装、あ、で服、おめかしチェキと、あとは私がずっとやりたかったミンタくんのアクキーを販売させていただくことが決定しました。そう、こちらもセットの中に入ってるんですけど、この子ですね。このミンタくんをそのグッズにしたいなっていう話をたまにしてたんですけど、まあグッズにするならまず何かなって考えた時に、私絶対アクキーにしたいって思ってたの。今回その誕生日のグッズということで、その願いを叶え届けにいただきました。そのだから T シャツとミンタクアクキーと私のチェキのセットなんですけど、今回もその去年と一緒で、まあ、私が誕生日にゲーム配信をするんですけど、まあ、そのゲームの結果によってさらにそこに得点がつくということで、まあ、最大でそのおめかしチェキに、まあ、サインプラス、ワイドチェキプラスボイスチェキプラスアミタとのツーショット撮影券っていう、最大でそこまで、ちょっと私のゲームの頑張り具合によってグッズセットがついて8000円ですかね、確かとなっているので、ちょっとここはもう私の腕の頑張りどころ、腕の見せどころではございますけど、去年は成功したんですよ。去年ちょっと内容が違かったんですけど、でもこう似たような企画をやらせていただいて、なので今年も無事こちらのチャレンジも成功させて、皆さんに多くの得点をお届けしたい。そしてミンタクアクキーもね、いやでも違う、聞いてほしいのがさ、まあ私もミンタクアクキーずっと出したいなって思ってたけどさ、この生誕のグッズセットが出ますよって情報が出た時にさ、
あの引用リツイートしてもらってるの見たらさ、本当になんかそのリツイートがみんたくんみんたくんみんたくんみたいな、え、まだね、これ私の口だよねもうなんかなんかね、なんか何なんだろうねこのすごいね。いやでもアミタのおめかしチェキもマジでめっちゃいいと思いますよ。ワイドチェキとかもね、ちょっと衣装もスペシャルだからめっちゃ映えると思いますよ。そういうことなんですよ、そういうことなんですよ。そう、撮影券もつくので、みんなつくので、つけたいので、みんなぜひゲットしてねって。みんたくんの、いやでもでもなんか前にね、そのみんたくんのなんだろう、まあ、ラバーストラップとかなんか、みんたくんをグッズにしたいって話はまあちょこちょこ言ってたんですけど、なんだろう、その、まあ、大人の方々の反応というか、まあちょっとそこまで需要、まあ、なさそうじゃないけどまあでもみんたくんってっていうみたいな、ちょっと、まあ、反応を感じ取ったりすることもあったんですよ。いやでも今回ので分かりました、これアミタじゃなくてみんたくんの方がみんななんか気になってくれるんじゃない、びっくりした、え、みんたくんみんたくんみんたくん、なん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 、本当にこれでもやっぱ皆さんがね、みんたくん楽しみにしてたよっていっぱい言ってくれると、もしかしたらまたまたね、私の野望みんたくんグッズ化が叶うかもしれないのでぜひ、まあね、アミタの応援してほしいところはまあ山々なんですけど、みんたくんの人気が、まあ、上がることによって、まあね、アミタもついていけるかなって思うので、まあ、ぜひね、この応援もね、まあ、よろしくお願いしますよみんたくんとアミタのアクキー同時に出したらアミタはありがとういやでもさ、どうなの、私だって負けたくないから、そうなったらもうすっごいありえないぐらいすっごい豪華な衣装で、ね、探すよ、もうなんかね、もうめっちゃジャラジャラジャラみたいな単品でどっち、え、だって試した先に何があるの、私の敗北感しかないじゃんもうね、ダメよそういうの、正直怖くてね、正直怖いよ、みんたくんがね大人気になっちゃったライバルあ、でもこれ次に全国ツアーやった時、ご当地みんたくん、実はでもご当地みんたくんの話今回のツアーの時にちょっと出てたんですよ、ちょっとね、ちょっと出てたんだけど、ちょっとやっぱいろいろ難しかったりなんだりかんだりあったんですけど、まあ、今回の生誕グッズでちょっとみんたくんの需要があることがもしねあるなってなったら、そういうこともできるかもしれない、まあ、とにかくまあみんたくんアクキーもあれですけど、アミタのおめかし的にめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ生誕グッズゲットしていただけたら嬉しいですひょうひょう登録ビジネスがみんたくんはライバルじゃない、いやもう永遠のライバルですよ本当に。うちなんかさ、だってうちあのみんたくんとかさ、なんか母ちゃんとかさ、なんかそのショールームにもなんかいろんな人が出てくるんだけどさ、なんかその人が出てきた方が反応がいいんよ俺私のショールームやんなちょっと負けてられないですね、どこのあのライバルにもチョコミント、チョコミント大好き、えー山田さんお疲れ様で、お透明ありがとうございますうわありがとうございます、すごい、わざわざ配信に見に来てくださってありがとうございます、わということで皆さん、アミタの生誕グッズを
ぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。ミンタくん人気押し押しで、いやーもう今回ですね、ありがたいことにミンタくんアクキを作らせていただいたんですけど、もうこれがもう好評で好評で、もう今回の生誕セット爆売れですきっと。ということで、いつかミンタくん、ミンタくん単体グッズの販売もいつか叶ったらいいなと思うので、よろしくお願いします。おまけつかなくても欲しいから、もう買ってある。まあ、おまけつかなくても悲しい。おまけだって全部私のチェキとね、全部おまけに関してはもう全部私のチェキと、あの撮影券とあれなんよ。グッズ本体に関しては今回 T シャツもミンタくん書いてあるし、まあ茎もミンタくんだし、まあチェキグッズ3つあるうちの1個だけなのよ私。でもおまけに関してはね、多分4つぐらい全部これ私なんよ。おまけつかなくていいからね。ダメよ、ダメないよ、思っても言ったらあかんよ。それはもうアミタじゃないんだ。そう、あかんあかん。ミンターランドつく、ミンタくんのチキやめてやめてやめて、じゃあ今回は私のチキがつきますからね。もうダメよそんな、ちょっと正直危ないね、ミンタくんにこの座を取られそうで。いや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 、私がだってどんな気持ちでさ、どんな気持ちでこのアップガニキのねオーディションにこう願いと夢をかけてきたと思ってるんですか。やっぱ負けてらんないっすよこのね、ミンタくんには。ミンタくんね、ああ優しい、今の時点で魅力的だった、今の、ああもうね、ありがとうございます。優しい。みんなくんアイドルの座、いやダメだよダメだ、ここのねダメっすよ。アミタはあれだよ、みんなそういう時にいや違うよ、アミタは君は君しかいないんだよ、君がそこにいてくれることに意味があるんだよって、自ら自らを励ましていくスタイル。敵視敵視、ニクラの飛躍の年にて、ありがとうございます。飛びたいです、私本当に飛びたいです。で切実に空飛びたいんですよ。高く飛べるように頑張ります。で、あみたはそろそろ、そろそろなんか、そろそろ、そろそろいろいろこういろいろ口から出すのは違うよ。この思ってることとかものを出していくことで、あみたらしさとか、それをグループの一つの意見として活かしていけたりとかできるように頑張っていきたいなって思います。プレステ5修理出したら2日後すぐ、え、すごい、プレステ5だって。君しか、そう、こう出していけるようにね頑張りたいな。バンジーでも、バンジーってさ飛んでるけど落ちてるじゃん、なんかそっちじゃないよね、急降下、なんか上昇したい系なの、なんかそのジャンルで言うとバンジーじゃなくて、あの鳥人間みたいな、そっち系がいいんだよね。空はいつか飛びたい、何回かやってるんだけど難しいね。でもバンジージャンプも空飛ぶ次ぐらいにやってみたい。逆バンジーって、だってそれバンジーじゃなくない、どうなってんだ逆バンジーって。だってさ、ここにさ人いてさ、こうじゃん、え、バンジーやー。
そんなことある？上に引っ張られるんだよ。え？だってさ、普通はさ、マジやーじゃん。なんかさ、こっからさ、マジわーなんか消えた。え、怖いでしょ？なんか受ける。なんで逆なんでわかんないのなんで逆になっちゃうのなんか重力受けるね。じゃ上にゴムで引っ張られるんでビヨンって。アミは地面に立ってる。ああ、ここ高台じゃなくてね。そう立てるのねそう、私はここのさ、ここ台ね、これ高台に立ってと思ってたけどさ、わざわざこれ登ったのに戻るかなってどこ行くね、大丈夫そう。なるほどね、地点がここってことだよ。よー、おもろいね、逆バンジー逆バンジーおもろいね。なんかでもさ、逆バンジー怖くなさそうじゃない？バンジーがさ、怖いのはわかる。どっちも怖いやろ。あ、落ちるじゃん。でも逆バンジーは飛んでくんでしょ。でもまたビヨンって一回落ちるやろ。落ちんの？引っ張られてビヨーン、あー、またビヨンビヨンビヨンってなる。受けるね、なんかそれだってなんか、え、ほぼバンジーってことでしょ。ビヨーンビヨーン、おもろいね、なんか。あんたのがおもろい。いや、そう、ありがとう。え、知らん、逆バンジーは初めて知った。マジか。うん、逆バンジーロケね、そうだよね、逆バンジーどっちも味わえるよね。え、いいね。逆バンジーか。そうね、感じでみんなみんな、な、カジさん、だってカジさん苦手じゃないですか、そういうの。そうだよ、ダメだよ、みんなそんな怖いことさせちゃね、ダメダメダメ。私がだっていっぱいリアクションすればいいでしょ。練習しなきゃ。そう、私一人で行くとやっぱ、多分今の時点だとやっぱ私一人で行くとね、やっぱリアクション薄いかなって思われちゃう。私がここでね、表情筋を成長させればいいんだよね。うわあ、リアクション芸人、リアクション芸人になれるように頑張ります。私なんか逆にその着々と進んではいます。いやしかな、かなかじゃなくて。叶えてみせる、決めたんだ、今声合わせてユニゾンライン。ゲーム実況してたサイコパス感、そんなことないよ、そんなことない。むせます、むせたらダメだ、危ない。それはマーベルさん、5時起き。私明日何時起きだ。5時起き、わざわざ見に来てくれてありがとう。早起き頑張ろうね。私は何時起きにしようかな。わしも5時、 5時だってどうする。このまま5時まで踊り明かしますか。パーティーしますか。ワイも、え、なんでみんな、なんかみんな、え、みんなお揃いじゃん。あ、やばい。Hey yo, what the hell, I'm back now, what the hell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 . ありがとうございます。オールナイト。出るな、溶けゆく街で、オールナイト、そういや、近頃。あの子
見かけない、今日も目的を決めないで仲間と暇つぶしに出かけてる。楽しいことだけで何も残らない。これから何度焼けパチでキスしても手を取ってそっと誰かに愛をささやかれても、テレテテレテテテレテテレテレテレテテレテレ、私だけのもの、テレテテレテレ、私だけのもの、ガラスの順序。そう、最近ガラスの順序もねあまり聞かないですね。寝ない方が、わかる。私も最近毎日思ってんね、なんか毎日はやばい。じゃあもうさ、もうなんかこれ寝ないで明日普通にその5時とかに起きてさ、なんか健康的、いや起きてとかで、その寝ないでなんかもう次の日まで行っちゃった方が楽なんじゃないかなって思って3時とか4時で寝るのが私なの。寝るつもりないのに寝てんのよ。朝起きてびっくりす、絶望するって。だからね、早く寝ようって思ってんだけどもうダメ、もうレッドブルも終わるし飲んじゃう。 T シャツのさ、ずんだれ具合がする。ん？そうね、Tシャツは綺麗に着ましょう。キョウちゃん、バラ肉ありがとうございます。全員同じところで働いてる説あるよね。みんなだってみんな5時起きやね。同じとこ住んで、あ、やばい、5時半だって。違うね、5時半は5時半、本当に5時半、5時起きの可能性あるよ。みんちゃん、ありがとうございます。まあね、今日はオールナイトとかしないけど、なんかいつかオールナイトしたいね。今度ね、イベントありますけどね、オールナイトのマジで楽しみ。なんかそのなんかなんか結構そのみんなさ、オールナイトだってってなるじゃん。その次の日とかイベントがあったりすると、どんな感じかな、ドキドキみたいな感じなんだけど、なんか私はそう、その時は特に何も言わなかったんですけど、内心すっげえ多分一人でめっちゃ楽しい、なんで言うんだろう、多分そのオールナイトってどうなるんだろうって多分ドキドキの方が大きいと思うのよ。でも私はそのドキドキを通り越してもマジガチでオールナイトなの、何時スタート、何時スタート、24時、何時何時ってなんかガチでね、楽しみすぎてオールナイト、オールナイト、オールナイト、オールナイトマジテンション上がるねってねえ、50カウント、ありがとうございます。50カウントくれるの？もらっちゃおう。みゃ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 。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとう。みんなそんなみんな本当に優しいね。ありがとう。DJ タイム、DJ タイムだってどうする？だって夜でし、夜ですよね。夜だもんね。なんか持ってくるレッドブルとかね、ああ本当に楽しみ。ずっと踊ってればいいの？マジで楽しみなんだけど。あんた出て行けなくてずっと袖にいそう。ん？あと一歩出れないの。落ちた。
え、ステージ誰から撮れちゃい前に置いてあるの水かと思ったらあれみんな色ついてレッドブルやん。よしきさんありがとうございます。あと本当にねこれから楽しみがいっぱいですわ。なんかでも19歳いい年にしたいのはもうそりゃそうなんだけど、なんだろうね、なんかそう言葉では表せない、じゃあ何で表すんだって話なんだけど頑張って言葉で表すね。なんかね分からんいやでもこれだけアフガニ期でなんかやってきて、やっぱ初期と比べると出せることとかが多少は増えてきたと思うんですよだからまあでもそろそろ言うても3期生で入ってからもう3年目なんて言うんですか、だしなんか今までちょこっと小出しにしてたものをこうなんかもうこの吐き出すみたいなボッっていうこのぐらい出していって、いい良い日々をみんなで過ごしたいなって、そんな感じ伝わるかなゆいだろうさんありがとうございます。ラブリー&スイートありがとうございます。伊集院さん流れ星とバルニカありがとうございます、うん、そうなんかねこう出せるものを19歳はまあまあでもやっぱこっち系だね。そうこう19歳、レインボーは見た。19歳、レインボーフライアミタになりたいですレインボーフライセクシーガール。なんでセクシーセクシーいやそういう年頃なんだよねきっと、なんかあるよねそういう時言いたいだけ大人っぽいって、だって大人っぽいって言われたことないけどさ、でもやっぱそのグループにさやっぱそういうポジションの方っていたりするじゃないですか、あこの子大人っぽいよねみたいに、なんかねまあ多分私は言われないだろうけどなんかそういうのいいよね。アウトレットかと思ったらアウトプットだったイチョさん、ダルマッチありがとうございます。負けないで、もう少し、最後まで走り続けて、ダダダ。違う。走り抜けて、どんなに離れてても、心はそばにいるわ。追いかけて、遥かな夢を。森永さん、いや違う、私もいつか編みタイツ履くからね私いつか最近やめようやめた私の足がいつか長くなったら編みタイツ履くから、今に見てろ、編みタイツ履くからだ長くもなんない、足長くなったら履きたいのも本当に羨ましいよね。私マジで靴下のさ長さバグりすぎててさ、今着てる衣装の靴下もさ、なんか普通のこう靴下にレースがこうついてんのよ。多分普通の人はそれレース伸ばして、まあちょっとなんだろう、ここのさ足首がさ、足がこうやって、ここが足のつま先ね。まあ、ここにちょっとレースがひらひらって出ますよって普通の人ならそんな感じかと思うんだけどさ、私がレース伸ばすとマジでなんか膝下、え大丈夫そうみたいな
おかしい、なんかバグなのよ。であれよ、あの膝下ソックス、膝下ソックス履くと膝上がビョーン。え、これ膝上かなって思って履いたら、あれそれ違うよ、もうどうするって、なんか本当にバグなんですよ。おかしいのよ、歪んでるの、何かが、世界線が。本当に困るよ、ね、かわいそう。なんかさ、しまちゃんと足の長さの話ってしたかな。なんかしまちゃんとさ、こう座ることがあったんですよ。こうベタって座って足ビヨンって伸ばすってさ、なった時にさ、まーちゃんさんも座ってたので、やっぱまーちゃんさん足長いわっていう話をしてて、隣にしまちゃんがいたんだけど、しまちゃんと私、身長はね、私の方がしまちゃんが145だから、1234567891011121313センチぐらい高いんだけど、足のこのさ、ピッて伸ばしたらさ、一緒のところに足の終着点があったの。あれ、私の方が身長10何センチ高いけど、あれ気づいたの、あ、やっぱ私足短いんやな。つまり何が言いたいかっていうと、その私としまちゃんの身長の差がどこで生まれてるかって、この背中のここの部分で十何センチをさ埋めてるってことやん。しまちゃんはそのなんだろう、その多分合ってるめっちゃいいサイズ感なんですよ。その13センチの差どこで生まれてるのってなった時に、あ、ここでこんな13センチの差つくんだ。なんかよ、すごい、なんかすごい、なんか背中よく伸びたなっていう。びっくりしちゃったよね。でさ、まーちゃんさ足長いって話してんのにさ、こうやってさ、あの座高はまーちゃんさんと一緒だしさ、なんかもうなんかバグかな。バグかな、おかしいよね。なんかしまちゃんの足とまーちゃんさんだから、2人はさ、あのすごく多分いいサイズ感、素敵なサイズ感、ただこの真ん中に私が入った時に本当にバグが起きるって、なんかもう、まあでも私いつか編みタイツ履くので、私が本当に足長くなったら編みタイツ履きます、夢です。ジュエさん、ケーキありがとう。ハッピーバースデーとよ、ハッピーバースデーとよ、ハッピーバースデーディアアビちゃん、ハッピーバースデーとよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキおいしい、ケーキがおいしすぎるぜ。編みタイツ履いて強制的に足を、そんなことできる。編みタイツ履いて強制的に伸びるから、伸びるもんならもう毎日履きますよ。悲しいね。いやでも人生悲しいことばっかじゃないから、そう、悲しいことをね大きく受け止めてるだけで、きっと嬉しいこともいっぱいあるはずなんですよ。その嬉しいこと、小さな嬉しいこと一つ一つ、たった一個の悲しいことに埋めないであげて、一つ一つの幸せを拾って、みんなで手を取り合った、花が咲いた川のほとり、二人でなんかして、手を取り合った、ラララルラララルラララルララ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 ラ
いちごさん、長いプシャリしてて、みーちゃん、バラ肉ありがとう。サメサメさん、ハートありがとうございます。なんか小指立ってね、かわいい。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、見に来てくださって。夜型なんですかね。この人この後本当に寝られる、どうせみんなやっぱ踊り明かしちゃう。夜まだまだこれからだって。踊り明かしちゃいますか。わっちゃうわっちゃう、愛し合おうぜ、わっちゃうわっちゃう、エブリバディ、わっちゃうわっちゃう、ハグしちゃおうぜ、スケイじゃおう、イエーイ。使いきれエナジー。寝ますか。私はもう、いや寝れないけど、寝れないけど、ここで足を止めないと何か悪いことが起こる気がするんだ。自分明日何も、朝まで行きます。マジっすか、マジっすか。母ちゃんそろそろお休みになられる。あみた寝ないよね。なんかさ、でもさ、寝てない時ってさ、寝てない時ほどめっちゃ SNS とか更新したくなっちゃうんだけどさ、インスタのストーリーって更新したら通知ってみんな行くのかな。なんかめっちゃさ、そう深夜に起きてる時にさ、ひっそり更新できる SNS ってないかな。 Twitter とかもしかしたらうるさいかもしんないもんね。誕生日おめでとうって言ってました。ありがとう、みんな夜遅いのにおめでとういっぱい受け取ります、ありがとう。レッドブル飲んだけど今日あれなんだよね、間違えてオロナミン C 買ってきちゃったんだよね。でも家にレッドブルがあったからそっちを飲んだ。お誕生日、ありがとうございます、嬉しい。みんな通知来てても、寝てる時本当に、私は一回寝ちゃうと本当にさ起きないんだけどさ、うるさいかなと思って、ひとまず更新、いやしない、みんなが起きちゃったら困る、だって5時起きなのに。ダメダメダメ。うーっ、よいしょ。あーなら、あーみんなちゃんと自分で設定してんのか、なるほどね。フォロワー減るんでしょ、うるさいから。なんかさ、そうだね、悲しい、節度を守らなきゃいけないよ。夜は通知オフにしてる、なるほどね。私な、本当に寝てるときは LINE とか来ても気づかないしな。ミャン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 。よし、私は決心した、私は決心した、みんなで寝よう。いやいやいや、正直正直言わせていただくと、だって5時起きじゃん、あと4時間だったら、あとまあ4時間、あと4時間、なんか喋りたくなっちゃうよねっていう、まあそういうこともあるけど、寝るか、寝たくない、もうなんかもうなんかもうなんかね、いやなんか、4時間なんてすぐ、わかる、4時間すぐだよね。エナドリ飲んで、まあ寝ようと思えば寝れるけど、
なんか最近そういう気分じゃないんだよね。どういう気分や。オンラインライブ。でもなんか一回やりたい、一回練習やりたい、どっかで。ダメかな。なんか本当になんか、それこそね、朝3時に起きますって人もいるかもしんないし、なんかもう私が一人で喋ってるだけでもいいんだけど、なんか一回一回なんかそういうオールナイト配信とかやりたいなって思っちゃうよね。でも意外とやったら眠くなったりするのかな、わからん。4時すぐだよ本当に。私だって今からだってお風呂に3時間使ったらもう4時になっちゃうね。風呂に3時間使うからもう4時になるんよ。困ったわ。何時でアミタの充電切れるか確認して。いや多分寝るまで大丈夫だと思う。なんなら私布団にいる時とか母ちゃんと一緒に、めっちゃ声裏返るの大丈夫です。母ちゃんと一緒に、母ちゃんの一緒で布団が、布団一緒で、一緒に寝てるの、布団で。その時とか本当にもう母ちゃんはもう早く寝ろって、早く寝ろってずっと言ってんだけど、多分その時が一番テンション高いの。なんかずっとなんか言ってんのよ。こんばん、こんばん、ありがとうございます。こんばんは。夜型ですね。もう1時だよ。1時。見に来てくれてありがとうございます。そう、でもその、オールナイトとかするとさ、めっちゃみんな優しいからさ、で、わざわざ見に来てくれるのよ、もう。ちょっとね、付き合わせちゃうのも申し訳ないなっていう気持ちがありつつ。いや、でも母ちゃんめっちゃ冷て、なんかさ、普段さ、めっちゃ喋るくせにさ、喋るくせに、夜、めっちゃ冷たいのよ。私が喋りかけたさ、めっちゃ冷たいのよ。だって普段あんな喋ってるのに。ねえ。寝かしつけがない。でもだから、全然反応してくんないからさ、もう私が、なんでそんな冷たいの、もういいわ知らんっつって知らんわっつってめっつって横になって5秒後ぐらいに寝るっていう。そう、赤ちゃん、めっちゃ聞いてほしい。私赤ちゃんの頃夜泣きとかしないタイプだったんですよ。何が言いたいかって言うと、むしろ今の方がめんどくさいって言うからあります。あんたちっちゃい頃は夜泣きもしないでスースー寝ていい子だったのに、どうしてこうなっちゃったの。うるさいわ本当にっつって。あーっつって、でもなんか構ってくんないから全然さ、もういいよっつって。19歳いや本当に私小さい頃泣かなかったらしいんですよ。泣かないし夜泣きしないしずっと寝てるから、むしろそのなんだろう、なんか心配されるほどでした。あのミルクとかも飲むよりも寝るみたいな。だから私生まれた時ビッグベイビーだったんですけど、その体重が普通よりも増えが遅くて、あの母ちゃんがちょっと疑われちゃうっていう。私は寝てるから飲んでないだけなんだけど、あれちゃんとあれご飯ちょっとあれ。その反動が、ああ小さい頃あんまあれしなかったから今。いやでもさ、赤ちゃんの頃はさ、なんかもうその泣いてるのもさ、スター泣いちゃった、もうかわいいかわいいってなるけどさ、こんなでかくなったよ。泣きたいな母ちゃんの。しょうげないでよベイベー、言わなきゃな。もうだってさ、体もまあこんなんでかくなっちゃったからさ、もうね、なんかだって私も戻れるなら戻りたいわよね、そんなちっちゃい頃にね。もう19歳だってやばいね。19歳ね、100 あーもう困っちゃうわ。いじくさん、本当ありがとうございます。本当
ポポポポポポ。もう戻れないあの頃には。本当にでも本当に切実に切実に小学生ぐらいに戻りたいね。小学1、2年生がいいな。5、6年生って言おうと思ったけど、ひらがなもカタカナも漢字も書けるスーパー天才1年生になりたいです。母ちゃん寂しがりや、母ちゃん寂しがりっていう、多分うちに喋る人がいないんだよね。私と父ちゃんとあとお兄ちゃん今いないけど、お兄ちゃんも喋らないから前に進むしかない。栄光の架け橋へと。19歳、 Go Go straight。 あと私あれで英語もやりたいんだって。英語忘れてたわ。そろそろ英語マスターしたいです。なんか私は普段そのあんま喋らなかったりして、喋らないからなんかそんなに頭が悪い、私頭が悪いんですよ。勉強が悪いんですよ。だからあんまでも気づかれなかったの、喋らないから。むしろその喋らない子ってちょっとおとなしくてなんか頭良さそうなイメージありま、あるじゃないですか。私喋らなかったからあんま気づかれなかったけど、なんかちょっとやっぱグループでいるとそういうなんか英語をやることが出たり、なんかクイズとか出たりするときにたまにボロが出るのが本当に怖いの。今までバレてなかったこのバカさがどこだかバカさがバレるのが怖いから、ちょっとそろそろ勉強したいなって思ってね思ってる、うん、ハロハロ。英語に適正あってペラペラになる。 What? あ、時間あれだよ。What time is it now? 今何時？これだけ知ってる。これだけね、漫画で読んでめっちゃ言える。What time is it now? あとなんだっけな、なんかイワシいくらみたいな、サンマいくら、なんだっけな。あ、ハマチだ。ハマチ。ハマチ。ハマチ。うるせえ。ハマチはね。うるせえ。うるさい。ハマチはね、あのいくら、ハマチはあの値段ね、何円ですか、いくらですか、ハマチ、ハマチ、これだけめっちゃ覚えてる。ハマチ。いつかあの外国に行く機会があったらめっちゃ使います。ハマチ、ハマチ、ハマチ、ハマチ。いや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 、あ、ホタイもいじるな、だワッタイジルナ、ホタイもいじるな、ホタイもいじるな、ワッタイムイズイトナウ。ブリちゃ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 ね、三枚くらハマっちゃうね。そのハマチじゃない、ハマチ、ハマチ。そう。だからまあでもそんなに知識はないけど、まあ、できないわけではない。言うてもだって How much と What time が覚えてれば多少は生きていけると思う。時間も値段も別にいいだろ。いや、わかん、重要じゃん。だって時間も値段も、あれ時間は有限だし値段だって大事ですよ。だ突然ね、違うその国行ってね、値段分からずに買ったらだって100万円でしたってあるかもしれないから、ちゃんと聞くの大事やんな。え、でもその道聞かれたら答えられるようになりたい。なんかやっぱ都内に出てそういう機会も、まあ、ないけどないけどなんかね、そういう機会があった時にね、申し訳ないじゃん。テンションでなんとかなる、なるかな。でも道は大丈夫かも。だってあれ Go Go straight left right 浜松町 Get off 浜松町。ほら意外といけんの、ね、よ。意外と覚えてたりする。あとはなんだろう、まあでもその3つがあればだいたいいけるね。トイレどこですかが一番重要。 WC
どこはわかる、なんか多分ザッとザッと This What どこでしょ、どこどこザッあれザッ、あ、わかった What Where 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 Go to WC え、なに、なんで笑ってんの、頭悪い、だって Where がどこじゃん、で Go to がさ、なんか行きたい私はここにみたいな、で WC ってトイレやんなWC トイレって WC って書いてあんねいけるって、いけないかな、いける気がする、まあそんな感じですよ、まあ今はね、今はまだ小さなつぼみかもしれませんこれを花咲かせていくのが19歳ニークラーミ、いろんなものを吐き出したい、そういうニークラーミでございますということで、なんか本当に本当にもう申し訳ないねみんな多分優しいから付き合ってくれるけど、内心みんな思ってる、そろ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 寝かしてくれって本当に申し訳ないということで、じゃあね、終わろうと思います。ちょっと最後に締めで、ちょっとしけぼで申し訳ないんですけど、あみだから一曲皆さんに感謝の感謝の気持ちだを込めてお届けさせてください。歌うんだ早く終わるつってないやでも分かる、もうこれを聞いて寝落ちするくらいの気持ち、無理だよ、いける、しけぼだよ、だってということで、じゃあ、本当にもう、本当にもう寝るつもりで聞いてください。お願いします。あ、素敵。素敵、素敵、素敵。いや、いいね。やっぱこの曲しか勝たんね。あー、素敵、あー、素敵。手探りラビン。おはよう時計の針見るつもりで斜め前の君を意識、授業が終わるベルが鳴ったら私を迎えに来てくれる、スワイプ一つで君の気持ちもわかればいいのになんてね、君からギュッとギュッとしてほしい、もっともっと本当はちょっとちょっとしたいな、ちょっとちょっと君からギュッとギュッとされたらもうもっと胸がドキュドキュドキュ Loving you、 ちょっと意地悪なのにいつも同じペースで歩いてくれる、私があくびした時だって君は釣られてる、そこが好きよ、好き好きアミちゃん大好き、リズムに合わせてノリノリダンシング、まだまだ寝れない夜はこれから、さアミちゃん大好き、アミちゃんしか勝たないよ、よお揃いの気持ち抱きしめたままゆっくり大人になろうよ、君もぎゅっとしたらそう
と君からちょっとしてくれたの。胸がキュッと甘くなるよ。爆発しそう。手探り、みんなで一緒にゲット。もっとちょっとちょっと君からキュッとキュッとされたら、もうもっと胸がドキュドキュドキュ。ラーピング隣の君をラーピング。皆さん、本日はアミタの生誕祭に来てくださって本当に本当にありがとうございました。これからもっともっと皆さんのアミタになれるように頑張っていくので、どうかこれからもアミタの応援よろしくお願いします。以上、イクラアミでした。よし、順読みます。13位ゆうとさん、12位ふるさん、11位なましょう、10位きょうちゃん、9位おくねちさん、8位えりかちゃん、7位おちょぶさん、6位みんちゃん、5位しょうさん、4位こまさん、ありがとうございます。そして3位がブリスリさん、ありがとうございます。ありがとう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 。そして2位がおさちさん、ありがとうございます。そして1位がでんすいさん、ありがとうございました。わー、本当にありがとうございます。皆さん本当に、なんかもう本当にこんな時間までお付き合いしてしまって申し訳ないという気持ちはありつつ、やっぱみんなこんだけね、たくさんのおめでとうって言ってくれて本当に嬉しいです。だけどさん、お花の花束ありがとう、大哲さんもありがとう、ゆうくんもあるさんもありがとう、てっちさん、生師匠あるさん、ありがとうございます。なとりさん、ラブリーありがとうございます。いちおかさんもありがとうございます。嬉しい。ハートと、ペンライトもありがとうございます。あーらさん、音符ありがとうございます。あーかーくんも、ほうじゅうさん、鳥めっちゃ鳥飛んでてびっくりした。鳥、もうこれは焼き鳥なんか、そんなこと言っちゃダメだ。鳥ありがとうございます。この鳩のように高く羽ばたいて空を飛べるように頑張っていきたいと思います。ほうじゅうさん、ありがとうございます。鳥、尊い自己主張、尊い、ありがとうございます。あばらちゃんもありがとう。ゆうとさんも、しょうさんもありがとうございます。ちょっと読めてなかったら申し訳ない。いろいろありがとうございます。すみさん、おばんですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。夜はこれからなんで、いや、ダメ、みんなが無理しちゃうからダメ。もう、いいの。もう、私はいいよ。もう、悔いはあるけど。ということで、本日は本当にお付き合いいただき、ありがとうございました。私のこの小芝居なんていうんですか。このあの、小芝居にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ね、申し訳ない、本当に。ありがとう。
ということで19歳はなんだっけ、レインボーレインボーなんかレインボーレインボーレインボーなレインボーレインボー吐き出しフライセクシーですね。頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。大丈夫、19歳あと1年あるから、この悔いをね、この悔いを、いや別に悔やんでるわけじゃない、でもあと1年もあるからやっぱいっぱいできることあるよねっていうことでまあ1年かけてゆっくり配信していきましょうということで、もうということでって言い過ぎ、もう本当に早く終われよってそういう感じなんです。ということで本当にありがとうございました。終わります、終わろう、もう終わろう、あの言葉で締めましょう。ということで私が自分をと言ったら、皆さん信じてと大きな手を広げて言ってくれると嬉しいです。もうやめて、誰も突っ込まないで。ああるあうらーさん投げキス。本日も配信ありがとうございました。皆様自分を、ありがとう、あ助かったね、感謝、本当にありがとう、もうよくねえよね、ありがとうということで、真実ありがとうございました。皆様おやすみなさい、大変申し訳ございませんでした、私のこのあれに付き合っていただき本当にありがとうございます。おやすみなさい、良き夜を。あ違うわ、みんな夢で会おうな、セクシー。ありがとうございました。終わります。